はるくん、ランバライジングバーソライズパックやってみる？はい。いいね。すごい、300円するんだ、一回。結構いい値段するね。うん。回してみて。何が出るかな？いい。なんだろうね。このメタルグラスホッパー欲しいね。ウィジバいい？いいよ。出てくればいいね。一緒、うん、ということでね、今回こちらの6パックがカードラスの自販機から出てきました。それではね、ハル君が欲しいカードが出てくるのか、1パックずつ開封してみようか。うん、パパに1パックだけ開封させてくれる？いいよ。パパ1パックだけ開封します。ラインナップはね、こちらの30種類入ってるみたいです。それではね、何が出てきたのか確認していきましょう。1パック目、仮面ライダーシグルド、チェリーエナジーアームズと、あとね、2枚目が仮面ライダーナイトですね。そして仮面ライダー滅びスティングスコーピオンが出てきました。あ、すごい、これキャンペーンカードなんだね。裏はね、こんな感じに書かれてます。すごいね、キャンペーンカード入ってるんだ。この滅びのやついいね。いい？いいね。それではね、2パック目開けてみる。うん。2パック目は何が出てくるかな。何だった？はるくんもいいの出てきた？うわ、あ、うち、お、いいの出てきたの。うん。2パック目見てみましょう。仮面ライダーデュークレモンエナジーアームズと、あと仮面ライダー V3 と、最後は仮面ライダーバルキリーラッシングチーターが出てきました。これもね、キャンペーンカードです。そして裏はね、こんな感じになってます。やったな、これ良かったじゃん。嬉しい、うん、それでは3パック目開封してみて。見せて。3パック目、仮面ライダー01ライジングホッパーと、仮面ライダーゼロスペクターと、あと仮面ライダーダークゴーストが出てきました。これね、レアですね。この3枚が出てきました。裏はこんな感じに書かれてます。それでは4パック目開封してみて。なんだなんだ、4パック目、あ、アサルトウルフ、あ、エボルじゃ、エボル大好き。4パック目はね、マシンチェイサーと、あと仮面ライダー01シャイニングホッパーと、仮面ライダーエボルコブラフォームのレアが出てきました。こちらの3枚が入ってました。裏はね、こんな感じに書かれてます。5パック目何が出てくるかな。まだメタルクラスホッパー出てきてないね、ハル君。はい、見して。 5パック目はライダーマンと、仮面ライダーバルキリーラッシングチーターと、仮面ライダーマリカビーチエナジーアームズが出てきました。これがね、レアになります。そして裏はね、こんな感じですね。出てこないね、メタルクラスホッパー、ハルくん。それじゃあ最後だね、パパ。これパパが最後にね、開封していきます。何が出てくるかな。あ、これ硬いんだね、ハサミ貸して、ハルくん。それではね、何が出てくるのか見てみましょう。ちょっと待ってよ。6パック目、マシンチェイサー、これかぶっちゃいましたね。そして仮面ライダーバルキリーラッシングチーターと、仮面ライダーマッハのレアが出てきました。こちらのね、3枚が入ってました。裏はね、こんな感じに書かれてます。ハルくん、残念だったね。メタルクラスホッパー出てこなかったよ。こんな感じで今回は仮面ライダーバトルガンバライジングバーソライズパックを6パック開封してみました。まだね、機会があるようでしたらメタルクラスホッパーが出てくるように頑張って挑戦してみたいと思います。それでは皆さん、また見てくださいね。バイバーイ。